LE-3 は宇宙開発事業団が航空宇宙技術研究所や三菱重工業とともに1960年代に開発した人工衛星打ち上げ用の日本初の国産液体燃料ロケットエンジン LS-C ロケット7号機と一 t ブロケット2号機と N-I ロケットの第2段エンジンとして用いられた旧ロケットの 第3弾用エンジンとして開発が開始されたものであるが1970年に旧計画と QN 計画を統合した新 N 計画へ計画が変更されたことに伴い N-I ロケットの第2弾エンジンとして使用されることになった。開発はロケットダインのチェックレビューによる技術指導のもとで行われた。燃料としてエアロジン -50 酸化剤として四酸化に窒素を用いる。名称は、1965年に開発が完了し LS、LS-C ロケット1号機に用いられた、硝酸、非対称ジメチルヒドラジンを推進剤とする LE-1 と、1968年に開発が完了し LS-C ロケットの2号機から6号機までに用いられた。 硝酸 A-50 を推進剤とする LE-2 に続く液体燃料ロケットエンジンであることを表している。なお、LE-1 以前には硝酸ケロシンを推進剤とするエンジンが開発されており、LS-A ロケットと LS-B ロケットに用いられている。エンジンの燃焼サイクルはガス押し式サイクルを採用した。燃焼器は ロー付間構造燃焼器であり、噴射器や燃焼器の製造には、電子ビーム溶接や放電加工を多用した。これらの加工技術は、後の日本製液体ロケットエンジン製造技術の基盤となった。LS-C ロケットやイット部ロケットでは、直径の制約からノズル膨張費を落とした仕様のエンジンを使用している。N-2 ロケットの当初計画である N 改良型。 I 型ロケットの構想においては、第2弾エンジンとして LE、LE-3 を改良した国産エンジン LE-4 を採用する予定であった。改良点としては、アブレーティブ冷却化による、軽量化、再着化能力の負荷、燃焼時間の向上が上げられていた。しかし、打ち上げ能力が、衛星側の要求を満たさないことが、明らかになったため、 この計画は断念され、エアロジェットからアー1 0から118回 J を導入することとなった。宇宙開発事業団技術報告 TR-6、N ロケット第2弾エンジンの開発、荒拓也、香山明、伝田幸男、藤田俊彦、森正弘、長島隆一、1976年12月、航空宇宙技術研究所資料 TM-364。 N ロケット第2弾用 LE-3 型エンジンの航空性能試験、大塚定吉、山田登る。宮島博史、草加和夫、黒田幸夫、熊谷達夫、木更勝目、安倍登る、鎌田誠、佐藤正宏、上野隆1978年8月、三菱重工技法、第40巻第1号三菱重工の昨日、今日、明日、 P36 から43、空、宇宙への輸送航空機と、ロケット、前沢淳一。小林実る、2003年1月審判日本ロケット、物語、大沢博之監修。2003年9月、ISBN4 から416203055宇宙開発事業男子宇宙開発事業男子、編纂委員会。2003年9月。ありがとうございます。